さあピット周りで2号手の木下が勢いよく飛び出してまいりまして、まず2対1と並んでまいりまして、あとは3、4、5、6です。さあ本日注目の準優勝戦はラストのカード第12レース、準優の第3弾はピット離れから2号手の木下翔太がどうやらインを取りに行きます。3場所連続優勝なるかで、その横に1号艇の茅原優希、ここ注目の茅原が2コース戦になります。さあ茅原はここ V 候補、今年初 V の住之江 V2 に王手をかけるか2コース戦となります。そして3号艇で小坂隆、こちら地元連続優勝なるかで2-1-3端幕を回ってまいります。あとは4号艇で宇佐美純、住之江2度目の優勝なるか、5号艇の森貞浩二は今日前半戦残念なフライングがあって、そして6コース6号艇で村岡健、今年初優勝に挑戦。さあこれでスロー勢が2-1-3、ダッシュ勢が4-5-6と並んで3-3のスタイル。さあここは人気サイドになるのか波乱となるのか、茅原由紀2コース戦となってまいりまして、準優ラストの第12レース、穏やかな競争水面、現在はほとんど風が吹いておらず12秒進の回転となっています。さあ3対3で進入、インコースから2番1番3番4番5番6番の3対3、まもなくスタート。3秒2秒1秒、今スタートしていきました。さあ好スタートはインコース2コース2号艇と1号艇、あと4番3番も出ていきますが、1マークは逃げる2号艇の木下、刺して1号艇の鈴木木下、そしてソード3号艇で後ろ4番5番6番ですが、さあバックスイッチはわずかに陰線から2号艇の木下、一定身から二定身では1号艇の茅原が現在2番手を追走、その後ろ4号艇3号艇5号艇が固まって後方に6号艇となっています。なおスタートは正常でした。ライターンマークはトップで回るのが陰線からの2号艇の木下、そして2番手らしは4号艇回って外から全速1号艇の茅原ですが、2番手はアウトから1号艇の茅原が2番手、その懐4号艇が接近で現在上位が2-1-4でレーサー2周目と入ります。さあここインドリから見事イン逃げ成功で気合の走りで2号艇の木下翔太、そして2番手が1号艇注目の茅原由紀が2番手、2周目で出したマーカー先頭2号艇2番手1号艇回って後ろ4番3番ですが、ここは1号艇の茅原が2番手をキープして2番1番、後方3番手ですが4号艇の宇佐美純上がってきて上位が2-1-4でバック中間地点、その後ろ5号艇3号艇が接戦状態で後方に6号艇となっています。ラインタンマークはトップで回る2号艇の木下で、そして2番手が1号艇の茅原、後方3番手で4号艇の宇佐美純で直線構成と戻ってまいりましたが、上位が2-1-4で、あとは5-3-6で前提が最終周回へと入ります。最終周回先頭はぶっちぎって2号艇の木下翔太がここは意表をつく見事インドリからのインディエ成功、そして2番手注目の1号艇の茅原由紀は2番手で3番手に4号艇の宇佐美純、最後のバックスイッチへと入ってまいりましたが上位が2-1-4と固まってまいりました。後ろは5号艇3号艇接戦状態で後方に6号艇の順になっています。さあオッズ2連単ですが 8.8倍、3連単は 22.8倍で、2号艇の木下翔太がこれで3場所連続優出で2場所連続 V に挑戦、そして1号艇の茅原由紀は住之江5度目今年初優出2-1-4で間もなくゴールです。先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番3番ゴールイン、6番がゴールイン、